誰を信じたら気づいてる今セッティングがね、あれですぐ行こうと思ったんだよ。ちょっと待ってよ。もうはいはい、どうもドッキリカメラです。ね、大成功。昨日のね、今日はね、ちょっと人を信じられなくて、今日もしかしたらって方やどっかにあったんだよね。だって清美さんいつか会えませんかってメッセージくださったじゃない、今朝。そうそう、それで何も言わないからさ。だからおかしいなっていう思いがあって。だから私まさかこことは思わなかったでしょ。いや、あ、思いました。すごい、なんとなく、なんとなく。だって絶対おかしいもん、サリーちゃんが。なんで、ね、こんなに早く会おうっていう。あと雲のところをね、ね、今日雨だったから、本当は雲のところで撮った。あ、そうなの。すいません、ありがとうございます。チケットです。え、何チケットを持って。え、何これ。あ、ありがとうございます。はい、あ、ありがとう。どうも、自分ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。はい、ただいま私たちはですね、六本木ヒルズのですね、はい、ユーストリームのスタジオの方にやってまいります。で、実はここまでも、実は1ヶ月以上のサプライズの準備があるんです。そう。ありました。はい、いろいろありましたね、サリさんね。はい。ここじゃないですか。私の憧れ。ね。どこに走ってるんですか。あ、知らないのか。え、何？全然知らないよ、俺。あ、渡る？渡するんだっけ？あ、そっか。そうだね。そうそう。そうだそうだそうだ。ちょっと待ってよ、何でもわかんないんだけど。と思って、ダラララ。ってますね。え、すごい人気者で、あの、アイドルかと思いましたよ、昨日。なんかね。すごかったですね。あそこ酸素足りなかったですよ。え、酸素足りなくて、あの唇紫になっちゃいます。あまりにも二酸化炭素率が高くて。あ、本当、まあ、なんだかな。なんかパパラッチ中にですね、あの隙間とわられて、いやいやいや、はい、カメラ回され続けて、やっぱりこう